西村秀信の社長工場西村秀信の社長工場こんにちは山田久志ですポッドキャスト番組西村秀信の社長工場ではインスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます西村さん本日もよろしくお願いしますお願いします そう今日はマナーが悪い客の対処法ということでまあ今年1月でしたかねこの茨城のいちご農園がまだ食べられる部分が残ってるいちごこの先端の甘い部分だけ食べて大量に捨てられてるなんていうのをツイッターとかでまあとてつもないこうなんかひどいニュースでまあワイドショーなどにも取り上げられましてね。 で農園の方はまあその後ツイッターにこう残念ですといちご狩りのいちごの食べ方がとても悲しくなりますと1年かけて作っているいちごでヘタを取ってヘタの方から全部おいしく食べていただきたいですと農家としての,この切なる願いですとこれは贅沢食いとは言いませんとうう投稿して1万件以上の賛同のいいねも集まっているんですが、まあ、でも、もひどい事例ではそこでこう食べずに投げ合って遊んでいたりだとかいちご農園というかはまは今ひどいマナーの悪い客に頭悩ませているんですけど、うん こまあ、実はここはね、いちご賞受賞するほどのブランドいちごなんですよ、いちご狩りの料金って季節によって異なるんですけど、大体1人1500円程度で,、うん、で、しかも時間無制限で、食べ放題でっていうだけでもう大変人気の、例えばですよ、ここにコンサルを頼まれたとします、はい、ヒデちゃん、はい、どこをどう改善し、対処すればいいのかっていうアドバイスってできますかね、これ、マナーの悪い人、まあ、前にもちょっとそういう話になりましたけどね。はいあの 油まいて焼けっていうアドバイスでしたよね。一定数いるからそこはも無視してくださいっていう焼却処分じゃないです、びっくりした、<え>そうじゃなくて、例えば本当に今も、ね、真剣にコンサルの相談が来たとしたら、こ、はい、ういうふうに例えばアドバイスできます。こういうい現状、えー、このビジネス 油巻いて。違いますよ。あの、聞いてますか聞いてますか <laughs> ? <laughs>。あの<ね>、もうそうすると、焼きいちごがそんなに。ええ、いちごは焼かないんですよ。焼かないですね。ええ、まあ、本当に、確かに、このマナーの悪い客が綺麗いにいなくなってくれれば、それはね、いいんですけど。そんなに、こう、ほら、前に言ったように、一定数いるっていうことになると、排除しづらいじゃないですか?。まあ、わかります。どういうふうにしていくと、こういうものってね、改善できると、かといって。 食べ放題にしなくなっちゃったら、はい、またそれはそれで来なかったりとか、はい、まあやっぱりこのサービスが楽しみっていうか、好きで来てる人もいるわけで、はい、どうするものなんですかね、こういう単価を上げたらいいんじゃないですか、単価を上げてみる、はい、これだけでもやっぱちょっと変わってきます3000、4000円に変えたらいいんじゃないですかマナーの悪い人って、やっぱり、そのぐらいの金額になると、手出さないもんですかね残念ながら、まああのー、安い金額のところに多いですよね。 あの、何て言ったらいいんでしょう、多いって言ってるだけで、別にいないとは言わないんですよ、で、バカにしてるわけでもないんですけど、航空会社には昔から格言というか、ありましてね、ビジネスクラスのお客さんはいやいや、ファーストじゃないんでと言って謙遜し、ファーストクラスの人はいやいや、プライベートジェットじゃないんでと謙遜し、エコノミーの人は私は客よと言うっていうね。 数々見てきてきる <laughs> この間もねエコノミーでね僕の隣の席の男のカバンがね、はい、それをこう上に上げようとしたんです CA の人が、はい、したらお前が触れるカバンなんかじゃないんだよって言ってて、はい、そんなものを機内に持ち込むんじゃないんだよって俺は思ったんだけど <laughs> そもそも <laughs> そんなカバン何入ってんのって思ってもお前が触れるようなカバンじゃないんだよそんなのよく X 線通ったなと思ってこっちは <laughs> びっくりしちゃってもう。はい 言いますよね、好みの人はま、ね、たまに。います、います。高い飛行機代払ってんだよとか言ってんだけど、はい、いや、ファーストの方は相当払ってると思うんですけど。<laughs> ねはい、まあ、多いですよね。なるほど、はい、その一個抑止として、ちょっと上げてみるっていうのはあり。か上げるのはありじゃないですか。確かに、三千四千円払ってんのに、その一号を分だけで遊ぼうなって思わう人って。基礎にないですね。うんま、ねちょっと考えると、はい。なんかね、その、まあ、いろいろあるんですけど、これの問題って、うん、そもそも、だから、その。 いちごの食べ放題って、よ、はい、くないのは、だからその、ちゃんと理解しなきゃいけないんですけど、基本的にまあ12月のクリスマスケーキに向けて出荷をしていくわけですよ。はいちご農家って、だからもう1月以降って、にしか、まあ、当たり前ですけど、いちご狩りしないんですけど、そうですね、大体この時期ですね、はい。ビジネス終わってるんですよ、一応。なのでっていうところもあるんですか、これ。そうだから、だからいくらでもいいんですよ、極端な話。乱暴な言い方すると、もう仕事終わってるんで。 なすっごい分かったそうなんだまずそうなんですよだから別にどちらしてももう廃棄するぐらいだったらそうなんみんなに楽しんでもらってすっげえショッキングな言い方するとどうせゴミなんすは<ー>ですそれをもう一回収穫して農協に出しても金にならないし、うん、人権費負けするしあれだしこうだしってなると、はい、でそれはだったら、はい、なるほどね節分後の恵方巻きだ <laughs> そうっす をちょっと申し訳ないですけど、理解してください、まず一番。で、その上で、それがどうせ、ゴミになるぐらいだったら、ゼロになるぐらいだったら、1000円でも2000円でもなった方がいいやって言って、イチゴ狩りをスタートしてるんですよ、そもそもの始まりとしては。で、ユーザー側はユーザー側で、それ安くて食べれたら嬉しい人、うん、もいるし。って言って、だから、一応それが最初のウィンウィンだったんですよ。うん、でだけど、そこから、今度、そうなってくると農、農家の側農家の側で、結局、いくらでもなってくれりゃいいから、大したビジネスの努力をしなくなるんですよ。 これに関してはねだってもう、売上市場じゃないから何度も言うけど、申し訳ない言い方するけど、あえて言うと、分かりやすいからいいっていうと、どうせゴミで捨てるようなものだったのが、肥料になるだけのものだったのが、1000円、2000円に化けりゃいいやっていう考え方でやってるから、それに対しての価値は全然高めつかない価値をつけようとか、いいサービスにしようとか、ああだこうだっていうふうにはしないんですよ、過剰投資になるから、なるほど、ここはもうね、自分たちのシーズン終わってから、メインじゃないから、これ 野球選手で言ったらオフなんです、今。そういうことだ。はあ、だから、なんとなくじゃあ、ここのビジネスモデルとしては、今、お互い、なんとうかな、言い確し返しというか、こっちも分かっている論理で、そういうまた変な結果来ちゃったな、みたいなことで、そうなるよね、みたいな、だから、ゴミがお金になればいいじゃんっていうマインドなんですね、残念ながら、俺は農家にも友達いっぱいいるから、よく分かってるんですよ。その状態からを そのマインドを捨てないと、だから向こうも向こうで、顧客も顧客で分かってるんですよ、だから極端な話ですけど、12月の出荷するまでは極論ですよ、そんなことはしないけど、しっかりなんか鍵かけてガードマンに入れてあのカメラがついてたのが、1月の1号ごりになったときにガードマンつけて鍵かけてあの監視カメラついてるわけないんですよ、価値が違うから。要するに でも、いちご狩りの時も、その同じテンションでやってれば、うん、もう、気ようはないですね、だって抑止できますからね、はいね。っていう話なんですよ、だから、どっちのマインドセットの問題でもあるんです、実はこれ。すごい。その裏は分かんなかった、でもあり得る話ですね、そうすこれね。で、その上で、だから、どうせ、ただだったもの、うん、ゼロだったものが、1500円になってくれたら、別にいいんだよっていうスタンスを前提としたら、 3000円にしてしてょうもなないいいい顧客が来ない方が来い方いんですよ、うん、だってどっちみち変わらないから、はい、っていうことねこ,の<ず>ここの期間に関しては。でそれで客が半分になっちゃったらどうするのっていうのに対してのコンサルティングの別の答えとしてはこういう残念なことがありましたとうん、うん、だから山田さんあの山田さんは毎年あのお友達もたくさん連れてきてくれてすごくマナーよくなんかこう楽しんでいただいてるんであのごめんなさいですけど。あの こちらの会員証を用意したので、来年もぜひお越しくださいと、来年、僕、3000円であの食べ放題やるんですけど、山田さんはもちろん1500円のままでご案内させていただきますからっていうのを配って、すてで、来年から3000円とか4000円とかに5000円にしますね。いや、できますね、登録制にするって手もあったりだとか、あとは全然違うサービスをしてくれるとか、そこに来てくれたら、このベストシーズンの時の例えば、すごいイチゴを安く買えるとかっていう。 いや僕も思ったんですよね前に言ってたのほた服、何でもバーゲンセールすればいいもんじゃないよっていうのと一緒でこれも、はい、せっかくここまで賞も取ってるいちごだったら、はい、そんな最後のところで、まあ、もちろん売り上げはもうた、まあ、見込みが立っちゃったからっていうのはあるにせよ、はい、わざわざこの値段で無制限でやる必要もないかもしれません昔からあるじゃないですかでもこういう問題ってビックリマンチョコを買ってあのチョコレート食わないであのシールだけ取って抜いて捨てられた。うんはい まあマナー悪いやつなんかいっぱいね昔もねあのー、<も> AKB のねあの CD たくさん買って、はい、握手券だけ抜いて、はい、CD 大量にふ捨てられてるとか、はい、なんかまあいろんな業種業態であるじゃないですか、うん、でただ例えばこれがもしあのこの一農家から そのコンサルティングを頼まれたとしたら、まずこれを言いますよね、単価倍にして、あの既存の乗降客,、うん、客に関しては、きちんとそういう案内をして、会員制なり登録制にして、きちんとご案内をして、うん、来年はぜひこちらにお越しくださいっていう、う既存は残しつつ、うん、あの新規で変なのが入ってこないように、できるだけ防ぐっていう感じですよね。いや、面白いですね。はい、いや、僕もね、あの野菜ソムリエだったんで、もちろんあ、野菜ソムリエなんて分かってるんですよ、その要は。 この先っっぽが一番甘い僕なんかはもうだから全然違うコンサルを考えたんですよもうこれだけ受賞してるぐらいの農園の人だからもう先端がものすぎ苦い一応作ってやれとかね、はい、もうそっちだろお前と <laughs> お前ならできるとるっびっくりすると思うんですよそいつらは「うわっ!」っつって「苦 <laughs> い。でこれじゃあ下手まで食べなきゃーっつって「やっと甘くなったぜ」っていうのにすれば残さず食えるのかなとかね <laughs> うどうも僕のコンサルはねすぐちょっとおかしな方に。 いやでもね、なんかこう、こういうのがやっぱりいる以上、ここずっとただそのままにね、放置するよりは、今みたいにこうやってこうコンサルの相談が来れば、結果、新しいまたアイデアが出てきましたからね、いいですね、これ、今後も受け付け付ましょうこれ全然。<ねえ S 2> ああこれ,あのあれでしょ多分あの ケンタが勝手に言って、勝手にコンサルしてって言われてるだけでしょ、いや <laughs> いやいや、なかなかね、いちご農園でそうですねあの、西村さんにコンサルを頼めるほどの、たぶん、結構高いと聞いてるので、それだとたぶん、そうでしょう、<laughs> 毎回いちごが届いても <laughs>。 ななかなかね、はい、えー、練乳いっぱい届いてもこの,こ,のこのビニールハウスはあなたのものですとか言われてもねこの一棟分みたいなね <laughs> いつでも食べきてください、ね、西村さん食べ放題ですって言われて、はい、いやいやいやみたいな <laughs> いいね、はい、結果西村さんも先っぽだけ食べて帰ってくるんですよ <laughs> <laughs> マナーあの人一番まだ悪いわってなっちゃうからね、はい、そうかあの例えばですよあの、はい、こういうまあ一定多数いるよねっていう話って、まあ他の飲食店とかにもあると思うんですけど、はい こうまあ成功されてる飲食チェーンのこの間会長さんが、はい、どんなお客様に対しても例えば酔っ払って人であっても、はい、最後は笑顔でこのありがとうございましたって言って見送りなさいなんて言われてる方もいるんですけど、はい、お客様は神様です理論じゃないですけど、はい、これはやっぱり正しいんですかねうわ超難しいですねこれあの俺あの二つ理屈があってこれには<う>あのまずまあお金持ちは <laughs> お金持ちなのですあのお客様は神様ですの理論からいくと。うん あの福の神も貧乏神もいるんで同じ神様でも、神様も質質は聞いたかっていう、神様は神様でもいろんな神様いるんでね、おおやろぞの神々がいる国なんでこの国。そうね、あのもうなんか守護霊も地爆霊もいたりするお客様は神様です。あの何神か聞いたかなみたいなね。そうだね。はい。まあそれは置いといて、いや結局お客様。 かどだからその、あまりにも文句つけたりだとか、あまりにも態度悪かったりだとか、あまりにもふざけさたりだとか、はいろいろあるじゃないですか、まあ今でいう本当にクレーマーと呼ばれるね、はい、本当にその人が本当にね、はい、その有料顧客での思いとして伝えてることか、そ<う>ただ単にそう、うん、それは顧客じゃないんじゃないか、お客様じゃないんじゃないかって思ってるのが、まず一つ、はい、もちろん。うんだから これすごい難しいんですけど、だからって、なんか何でもかんでも殿様商売しろとは言わないし、とにかく高値に振って、なんか上から目線で商売しろとは言わないんですけど、要するになんだろう、対等だと思ってるんですよね、まずは、基本は。だからあの僕のあの染めの先輩が、すごいいいこと言ってたのが、判定負けを狙えって言ってたんですよ、サービスは。<へー S 1> <ん>勝ち負けではなくいやあの KO はしちゃダメだとお客さんが、うん、お客さんが間違ってることも往々にしてあると、はいはい、なんか例えばワインのことで舌かぶりしてたりだとかなるほどねそうかそうかその時にボコボコにしちゃダメだともう二度と来なくなるからとか本当は勝てるんだけどねだからってあのー もういきなり負けをわざと負けっ感じで、なんかフルパワーで負けるのもよくない、うん、そうね。だからリスペある程度のリスペクトは獲得しておかなきゃいけない、うね、判定負けを狙えっていう結果、まあちょっと51対49みたいな、<laughs> まあまあまあと。<laughs> はいまあ、そういうことを言ってた人がいたんですけど、あこれはちょっと対等、対等じゃない置いといて、まあ、要するに、なんか。 金さえ払えば、客だから何でもいいって考えるのか、うん、なんかこれでいう、なんかもう1500円払ったんだし、先っぽ食って捨てようが、うういい投げようが、1500円払って,行って、来てやってるだけいいだろうみたいなやつ言いますからね、それはじゃあ、例えば1500円であなたが買ったのは、うん、入場券で中に入って、あの 先っぽだけ食って何でもかんでもっていう権利じゃなくてこういう権利なんだよって規定をするべきだったりもするじゃないですか例えばそうかそうか、うん、何でもしていいわけじゃないですからねそこでねそ,、うん、そういうことになるとそのだから今の「ありがとうございました」もう、はい、まずねそうごめんなさいもうちょっと続けますね、はい、だからまずそのお客さんが悪いあまりにも悪いお客さんだったっていう時に、はい、その悪いお客さんに対して「 そのお客さんって僕のお客様の定義って大事にしなきゃいけないお客様の定義って要するにいいお客さんいいお客さんって何かって言ったらずっと付き合いたいお客さんだったり、うん、従業員とか社員にいい影響を与えてくれたりだといかいい気持ちになって、うん、させてくれたり、ね、それに対してお金を払ってるってことを傘に着ない対等な商取引だからだからこっちも真っ当に対等にやれるっていうのがいいお客さんだと思うんですよ。うん だからそのお客さんに関しては、別に大事にすればいいと思うんですね。でも、文句ばっかりつける、あれもこれもする、でもその割にわがままをお金で買わない、ただ、わがままがただで手に入ると思ってる、要するにご寝読を狙ってる、これは切るべきだと思うんですよ、僕。もう多分お客という定義の中にお客いらんじゃないじゃないですか、この時点で。す本当に、100があってみたいになっていくでしょと、この人とだと。だからつあるって 言ったんですけど一、うん、つ目の答えとしてはだから客じゃないいっていう場合があるんですよよくよく考えてみたら、はい、あいつ <laughs>、ね、あいつ客じゃねえっていう場合があるよね <laughs> あるたまにあるよよく見てある、うん、いるじゃないですかまあやっぱり残念ながらいますもんねだからそういうやつを受け入れないことによっていい顧客が入ってくるとか、ね、いい従業員がいる方が全然幸せだよねっていう考え方がまず一つこれはこれで 一方、もう1個の答えとして僕がずっと思ってるのがその,そのチェーン店の会長さんも似たような感じの考えのそ,そこの言ってるんだと思うんですけどそのいいお客さんなんかいつでも笑顔で、はい、なんかこっちのこと大事にしてくれてうん、うん、美味しかったよって,って金払いがラララララっていう人に笑顔でありがとうございましたって言えるのって当たり前じゃないですか。うん、普通に考えたらね はい、人との付き合いというか、そのコミュニケーションの中で、当然のことというか、普通じゃないですか、それに対して、唾吐いて、うるせえ、二度と来んなって言ったら、<laughs> 逆にびっくりするじゃないですか。そそ <laughs>、うん、そんな関係性まずそもそもおかしいだろうっていいうじゃないですか、うん、ってことはですよ、翻って、僕、これは接客サービス業が本業だった時によく後輩にも言ってたんですけど、逆に、てめえ、ふざけんな、二度と来ねえよって言って、あの さっさば投げつけてくるようなお客さんに、笑顔でまたお越しくださいって言えるかがプロかの境目だって言ってたんですよ。だって、いいお客さんにありがとうございましたって笑顔で言えるのって当たり前じゃないですか、何度も言うけど、そこで嫌なお客さんに対してでも、笑顔でありがとうございました、またお越しくださいって言えるかがプロだっていう話をしてたんですよ。 パラメータすごいすごいね確かにほんとにしょうもない客だったら全然切っちゃっていいと思うし、うんそうね、だけどっていうことでね、はい、<coughs> でもその日たまたま虫の居所が悪くてでも本当に確かに実際は いい乗降客で、金払いもよくて、うん、でもその日、たまたま虫の言うところが悪くて、本当にこっちもちょっとミスっちゃってっていうところに対して、最後にちょっと向こうが態度が悪くて、ふざけんなってめ、二度と来ねえよって言ったお客さんに対して、ああ、いいよ、二度と来ねえよくていいんだよ、ちゃんちゃん、ファクよってなるのが、本当に正しいかって言ったら、僕、そうも思わないんですよ、うん、そうね、それはちょっと違うくね、違うじゃないですか、うん、でそれに対しては、<laughs> そうね、ここはだから、なんかこう、まあの、同じに考えてもらっちゃ違いますよね。違うじゃないですか、うん それに対しては、それこそ、はいあの、誠に申し訳ございませんでした、至らないところがありましたって、笑顔でぜひまたお越しくださいってあの、次のチャンスをいただけませんかって言えるのがプロじゃないですか。それは結果的にまた次につながる可能性はありますからね。ですよね。だから、うん、そこだけ切り取らないでくれって感じなんですよね。だから、その今言った2つの中に、0から100まで細かくパラメーターが振られてて、うんうん、<laughs> パラメーターがあって、そうですね。ああ、いいですね。 うん、やっぱそういうふうに続けていった方が、結果的には、要は、えー、とその飲食店の、例えばその,その人のためにもなっていくというか、はい、その後はそのサービスがまたさらに従業員もそういうところです、ね、こう見てますから結局、お店の空気って、従業員と顧客で作るから、うん、あそうね、本当はね、はい、お客さんも作ってるんだもん、ね、そうだからそういうお客さんばっかり受け入れてて、なんかそのクレーマーばっかり受け入れるぐらいだったら、切っちゃった方がいい雰囲気になるお店もあれば。確かに ありがたいアドバイスをくれるクレームという名の本当の意味でのアドバイスをくれるお客さんもいれば、黙って美味しかったよって笑顔で二度と来ない怖い客もいるわけです。そこね、確かに。なんかすごくなんか五万円つっぽく帰ってったけどみたいな、でも二度と来ないみたいな人もい。こいつの SNS で倍増音みたいなね。<laughs> <laughs> いたりしますからね。ねいやだから。 気がつけばだからそのお客さんにも支えられてたりするから結果、そこのねどういうふうにそれを察知してっていうのってすごくまあ,まあもちろんそれ、向き不向きもあるんでしょうけどこれは多分経験値によって多分得たこともきっとね西村さんと多いと思うからこれででも学ぶべきとか多いですね余談ですけどあの45度の熱湯で普通にやけどするのが普通の人なんですけどやっぱり30度でやけどできるっていうのがプロでダチョウクラブっていうんですよ。<laughs> これちょっと余談で付け加えて今日は終わりにしたいなとやっぱねそれがプロですよねプロ,プロは30度でもやけどするんですよ <laughs> いうことですよねすはいありがとうございましたありがとうございました <laughs> 西村英信の社長工場毎週1000万投資と題しまして情熱を持った起業家へエンジェル投資も行っております詳細は第7回と第8回の放送をお聞きくださいまた番組への質問ご意見は社長工場のホームページ ceo-factory.com からお問い合わせください 西村さん本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。